おばんです、学校です。レボランドのゲームをやったらですね、どうしてもこのレボボックス欲しくなりましたということで、今からノーマルボックス買っていこうと思います。ドロップレートはノーマルが 78%、 約80割ぐらいはノーマルだと。で、残りは 20% でレア、エピックが 2% ということで、まあノーマルが基本なんでしょうね。ですが、まあ稼ぐためには必要ということで買っていこうと思います。はあ、皆さん、買うことができました。ノーマルヒーローボックス開けていきましょう。なるほどね、マイ NFT のとこにヒーロー、スキン、ペットでミステリーボックスとあるわけか。オープン。いや、頼む、マジで頼む、お願いします。なんかね、まあ、希望としてはやっぱりアタッカー系が良かったかな。なんだ、ファイターっぽい、ファイターっぽい、ファイターっぽい。ああ、ということで、やっぱりノーマルか。ノーマルっすよね。まあ、このキャラを可愛がって、今後頑張っていこうと思います。はい。先ほどまではガチャの画面見てもらったと思います。そして実際のキャラクターのステータスというのはこのような形となっております。特徴的なところとしましては、ライフであったりとか、攻撃力っていうのが他のものに比べてとてつもなく高い。一見ね、ステータスだけ見ると最強に見えるんですよ。ただね、これやってみるともう攻撃の範囲がね、めちゃくちゃ狭すぎて、これが結構難しい。なので少しだけレベルを上げて、現在3レベルとなっております。ということで、1日やってどのぐらい稼げるかっていうのを皆さんと一緒に見ていけたらなと思います。このキャラクターの立ち回りっていうのは、その先ほど言った不意打ち、まあ、影からこっそり隠れて相手を仕留めに行くっていうのと、あと他のキャラクターよりは HP が高いので、前に出てなるべくそのタンク的な相手の攻撃ヘイトを買って、まあ、倒しながらも、まあ、味方にね、そのフルーツを取らせてあげるっていうのが大事なのかなと思っております。対戦相手が見つかりました。よろしくお願いします。まずここは移動速度をしっかりとっていき、影から横ですね、横の方からここ殴っていきたい。あっと、まあ逃げてくれんだったらいいが、俺は前の前線でこうしっかりね、維持していくっていうのが大事だと思ってます。あっと、味方がやられてしまう。もう、殴っていけ、よし、OK、これを味方に取らせたい。味方取ってくれないか。まあでもナイスだね。やってくれました。ゾウさんがナイス。だったら私は前の方でそこを維持し続けるという仕事があるので、ここで必殺技でぶん殴っていく。ワニちゃんだ。よし、OK。ここは隠れていきましょう。HP がほとんどないので、やばい、それは。それはまずい。よしよし、ここはしっかり守っていきましょう。 OK、 相手右側にいるけど、守りたい守りたい、その笑顔だけど、まあタンクになるんだったらまずいいでしょう。味方のそれフルーツはまずいんじゃない、これはまずいよ。うわー、ま、うーん、あー、相手9個になったか。必殺技で相手に一気に近づくことっていうのはできるんですけど、これはでかいか、どうだ。うわー、ダメか、それで。あー、残り4秒というところで間に合わねえか、これは。くそ、自分の役割が果たせなかった。そしてこのキャラクター、ノーマルキャラクターですけれども、負けるととりあえず 1.03 のトークンがもらえることになりますと。このランクマッチではね、その自分よりレベルの上の人であったりとか、そのペットを持ってる人に対してどうやって勝っていくか、まあ、無限にね、こちらも課金できるわけじゃないので、そこをね、うまいバランスっていうのはどのあたりなんだろうなっていうのはちょっと悩みありますね。ここはしっかりとこのパンダを横から殴っていく。そして私はここのね、左上で隠れて相手が来た時にバチコリ殴っていきたい。ライフ上限を手に入れてバチコリ殴って前線維持していく。あそこに威嚇をかけながらも、まあ、ここは戻っていきましょう。ここちょっともらっていきたい、逃げたい。
相手がね落としてったところをなんとかフルーツ持って逃げりゃ勝ちなゲームなんで、ここにあとは隠れて、相手来ないか、なんか来なそうですね。諦めた感じがします。よかった勝利。そして一度に勝ってもらえる報酬っていうのはこの 30.9 トークンになりますと。はい、ということで全ての戦いが終わりました。7戦ですね。結論としては勝利が3勝、敗北が4敗ということで、獲得トークンは 96.82 でした。そしてじゃあこの1トークンいくらなんだという話なんですけれども、1トークンあたりの価格見ていきましょう。はい、それではレボランドのランドトークンの価格こちらになります。はい、 0.02208 ドルということになっております。これが日本円にするとどのぐらいかと言いますと、こちら約3円ということになってますね。 2.98 円ということで、ノーマルキャラ1体が、まあ、どのぐらい稼げるかっていうのは私表にしてきました。それでは皆さんとこれ一緒に見ていきましょう。はい、表にしてきたのはこんな感じです。レボランドのノーマルキャラクターを買った場合の、考察表となっております。まあそれぞれね、まああのプレイヤースキルによって稼げるトークンというのは違いますので、まあ大体ですけれども、まあ7回のバトルのうちに4回勝ちますよって人は約勝率が 57% なので、こちらの行を見てください。そして大体半分ぐらいかなって人はこちら、そしてちょっと私みたいにねプレイが弱いなって方はこちら7分の3ということで、勝率が 42% のこの行を見てください。私の場合初期投資は、普通にミステリーボックスを買ったので、まあ大体日本円にして1万800円、まあ1万1000円ですね。で、耐久値、ノーマルキャラクターっていうのは150の耐久値です。まあ言うなればね、150回バトルができるということ。で、それに、7分の4であったり、半々、それに7分の3をかけたら、勝利数がこのぐらい。そして、敗北数がそれぞれこのぐらいになります。それに、先ほど見ていった獲得トークンを掛け合わせて、合計のトークンがこちらになります。この獲得トークンに、まあ大体ね、約3円ということで、掛け合わせた金額がこちらになります。おいおい、おかしくねえかって思わないですか？初期投資に対して獲得のトークンが、まあ大体多くても8000円。まあ、少なくて6000円。これじゃあちょっとね、勝率 50% を超えたとしても、原資回収難しいんじゃねえかっていうのが、パッと見で思いましたね。まあ、ここのプラスアルファっていうのは、まあ、このゲームの良さのとこもあるんですけれども、このゲームってね、課金しなくても無料で遊んで、それでトークンをもらうことができるんですよ。勝った場合は1トークンかな、確かもらえるので、まあ、勝てば、3円もらえることになります。ただ問題は課金した人の話ですよ。私みたいに課金したし、それで、勝率が 40% だったら約6割しか回収できねえじゃねえかって話になります。まあ、それについてなんですけれども、ちょっとホワイトペーパー読み直して、ちょっと考察考え直してきました。一回ホワイトペーパー見ていきましょう。はい、こちらがレボランドのホワイトペーパーとなっております。こちらの、稼ぐために遊ぶというところですね。プレイトゥーアンのところのホワイトペーパーを読みながら、一緒に皆さんと見ていけたらなと思います。レボランドでは様々な方法で稼ぐためにプレイができますと。私が多分一番重要になってくるのはこの4番なのかなって思っております。まあ、ヒーローを最適化してエコシステムのパートナーになるスキルと能力を磨くために時間を費やすプレイヤーとして、ちょっとよく言ってることがわかんないんですけれども、これが、このトークンミック、レボトークンってとこに繋がってくるのかなって思っております。まあ、レボは、レボトークンですね。レボは、ユーザーがレボランドのエコシステムに貢献し、参加することを奨励するために配布される経済的にインセンティブを提供し、それによって全ての参加者が、その努力に対して公平に保障される相互に有益なシステムを作成します。参加する、まあ、プレイをすることによって、まあ、一律、まあ、参加者全ての人が公平にもらえるトークン。まあ、ランドだったら、まあ、プレイすればするほど、勝てば勝つほど多くもらえるトークンになるとは思うんですけれども、こっちのレボによって、まあ、エコシステム、まあ、関わって参加することによって、配布されるそのインセンティブを公平にもらうと。これによって、まあ、最初に言ったそのプレイトゥーアン、ゲームをやって稼ぐことのランドと、こっちのエコシステムに貢献することのレボということで、ダブルインカムを得ることで、原資回収をすることができるのではないかって私は考えました。ただこのね、エコシステムに貢献するっていうのは
どのぐらいのレベルなのか、まあどういうことなのかっていうのはちょっと今のところ分かってないので、今後もうちょっと運営の情報は見ないとはいけないんですけれども、それじゃないとね、なんかおかしいんじゃねえかなってやっぱ思いますね。ランドだけではどうも原資回収結構厳しいと思います。まあ今回の動画のまとめになりますけれども、まあ1日あたり私のようなプレイヤーであれば、トークンがだいたい 96.82 と、まあだいたい100トークンいかないぐらい、日本円にして300円いかないぐらい稼げまして、それだと現在のところ、6割ぐらい、初期投資に対して6割ぐらいしか稼ぐことができておりません。おいおい、そんなのおかしいじゃねえかということで、まあ私が今後、期待するところ、妄想するところとしましては、このレボトークンの、エコシステムの貢献によっての、その一律配布、保証、ところだと思っております。私がね、ちょっと初期投資しちゃったせいで、まあ、ひいき目な、考察動画といいますか、まあ、収益動画になってしまったかもしれませんが、まあ、今後ね、もうちょっとこれ、流行ってもらえれば、まあ、プレイヤー人口もね、多い方楽しいですし、まあ、期待したいと思います。まあ、確実に言えるのは、NFT ゲームの中では、確実に面白い方の部類のゲームとなっております。最後に運営さんお願いです。この5番のストリーマーとして、レボランドコミュニティから報酬を受け取ることができます。これ、随時お待ちしております。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今後もね、NFT ゲームの動画たくさん投稿していきたいと思っておりますので、よかったなーって思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。せばまた。